どうも、みよくです。お願いします。はい、さあ、ということで今回ですね、また、会議から、やっていくシリーズなんですけども、はい、まあ、だいぶ前にリズムネタ考えたじゃないですか。考えましたね。で、今回は、ギター漫才をちょっと作りたいなと。なるほど、確かにね、あるもんね、ありますよね。それこそまた音ネタじゃないですけど、うん、歌ネタを優勝したラニーノーズとかね、うん、あとすちこさんのうん、松浦さんのやつとかね、とかあとやっぱ普通のコントやってる方とかも、ああそうやな、あのね、アイワヘッドさんとかギターとか使ったら面白いのあるね、あるあるある、なるほど、ギター使ったネタ。まあ一応僕も島もコードぐらいやったら弾けるじゃないですか。まあバンドやってましたからねまあ軽く弾けるんで、はい、これでちょっと漫才を作っていこうかなと思います。まあ漫才って、まあネタね、ギターネタ、うん、まあリズムネタみたいな感じでもいいですよね。そう、いやだからちょっとね、うん、なんか本当にこれ流行りそうなの作りたいな。ちょっとどう考えていく？これじゃあ確かにどう考えてたんだろう。どう考えてるか。確かに。なんか出てくるときはなんかどうもーみたいなやつみたいな。テストもね。ニューヨークですみたいななんか。そうね。まあ内容まあこれどっちから入るの？曲っていうかそのリズムから入るのか、それとも中身ネタから入ったりじゃないですか。ネタからだよね。確かにね。まあ難しいことはできないからね。例えば昔朝倉小松崎さんみたいな、ギターで効果音を弾くみたいな、コンビニの入店音とかそんなんできない。それは商業、うん、だから簡単なのしか弾けないわけですから。例えばまああの畑陽子さんみたいな、うん、ああそういうキル系、キル系とか、はい、あのジャってこうなんかこう、そういうことだけ使うみたいなのもいいかも。ああ、なるほど。なんか新感覚作りたいな。これギター一本しかないんだよね。じゃあ一人踊る？うん、あ、まあまあなんかね、あってもいい。鉄友さんみたいな。なるほどね。まあ鉄友さんなんでだろう、なんでだろう。全然オリジナルだよね、オリジナルソングあるある。あるあるやね。あ、あるあるよなんか。まあありだね。まああとパターンとしてはなんかこう、うん、うまく歌う系みたいな。はい。ラニーノーズのそう、そうね。いい曲やなみたいな。いい曲やなパターン。うん。まあそれもう一個でも俺ら歌ネタは結構あるからね。そうね。でもあんまどうコールとかは分かんないな。うん、そのどうやったら。まあミュージカルっぽいかもしれない。まあこんなにキングオブコントとかさ。あ、何々の曲を聴いてくださいって始まるパターンがある。ああ、ありますね、うん、ありますね、うん、出会いとかちゃんと曲を作るパターン、うん、か、そうなってくるともっと吹っ飛んだことをサビで持ってきた方がいいっちゃいいですよね、うん。まあ、やっぱりそのネタありきでこれがもうおまけみたいな感じやな、だから、ね、うん、ああそうなるね、そうなりますよね、どうしてもね。うちの子猫のしまちゃんはほんのちょい猫じゃらしと間違えて自分の尻尾を追いかけた。でも可愛いね。にゃん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 。ほんの少しおっちょこちょい高いところに登ったら怖くて降りられなくなった。
でも、かわいいねにゃん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 そんな子猫のしまちゃんがある日突然いなくなった街中探してみたけれどどこにも見つからない。しまちゃん！しまちゃんどこ行ったんだよしまちゃん！しまちゃん帰ってきてよ！おう、しまさんになっていた。しま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 さん。しま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 さん。しま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 さん。しまさんと屋敷でニューヨーク。Thank you. やっけー。マジでこれ。革命起きたよ。革命しようこの革命かも。革命は起きたよとりあえず。革命はねもう起きてる。見たことはないよ、ね、革命起きてないとは言わせねえよ誰にも A 革命か悪い革命か知らんけどいやこれギター漫才やったよねギター漫才猫が一人おりますちょっと軽く猫にはなりましたけどギターネタですから、まあ、いろいろ猫になりましたけどすごいねすごいすごいいやーあー結構これかなバズるのはこれじゃとうとうじゃねこれマジでバズるかもねうん今までなかった感覚ではあるよ今かわいいしかわいいか子供もねこれうん何したくなる猫だしねそうね、うん、いやこれ冷静に考えても考えるほど逆にすごいかもこのネタ猫プラス音楽お前ってことね。そうですね。これは、でも、歌ネタ王とかじゃないね、さすがに。そうね。うん、YouTube やわ、YouTube。うん、YouTube 劇団が復活したい。うん、そうやな、うん。ちょっと世に放ちましょう、これを、とにかく。これはちょっと、はい。で、まあ、ある程度再生回数いったら、まあ、単独とかでも。いやいや、単独なめんなよ。しま、しま、とも余裕はすよ。いや、ひょっとしたらひょっとするかもしれないですこれ、マジで。いや、なんか手応えあったな。いや、単独のポスターで俺ギター弾いて、お前その顔を出して。今日はドア玉安定に立つ気で。安定に立つ気で。いや、でも、いや、行っちゃう、途中。あ、そう。まあ、ちょっと世に放ちましょう。はい。皆さん、じゃあ、ちょっとお願いしますね。はい。何回もリピートしてください。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。まあ、そろそろ結構、頭で、スピード感、スピード出すよ。光より速い。でもちょっと2万あったら 何できます運転手さん。いやー、体洗っていただけるかもしれないですね。すごいよな。でも今後、まあうまいけどな、食べようか。やっぱでも女子多いな。普通の会話したらめっちゃ面白いな。格闘技芸人じゃないけど、なんか、キックさんみたいな感じで。キックさんみたいな感じか。Thank you very much, thank you very much. Sorry, without sound. Please, please, please.この役大事やで、ステーキネバネバしているめっちゃおもろい面白いちょっと今が一番かっこいいよ、ほらなんか CD のジャケットみたいこの貞子がこっち来るグーグーグー俺は首もブンブンブン怖い一番怖い本物のベロ本物のベロが出した出したお前ベロ出してないうわ本物のベロ出てる俺出してない